どうもこんにちは、ザワチャンネルです。最近ちょっとね、実況動画がダダダダダッとね、続いておりましたので、今日は久しぶりにトーク動画、しゃべり動画でね、今日は楽しんでいただきたいなというふうに思うんですけれども、今日の動画のテーマ、ちょっとねサムネでもちょっと意味深に、作りましたけれども、1万メートル、世界陸上のね出場を目指しますトヨタ自動車田澤廉選手が、なぜこのね延岡が終わった後、またすぐね、2週間ぐらいのスパンですよね、ロンドンのそういったレースに出たのか、ここの理由をねちょっとね、詳しく喋ってみたいなというふうに思います。もうほぼね僕調べなので、厳密に言えばちょっと違うんじゃないのっていうところはあるかもしれないんですが、まあ、大体大まかのねこういう目的だったんじゃないかっていうところはね、多分まあ的を得てるじゃないですけれども、カバーできてるんじゃないかなというふうに思いますんで、まあ、ぜひともね最後まで聞いていただきたいなっていうふうには思うんですけれども、やっぱ皆さんもね、なんでこんな短いスパンで、しかもわざわざねこのイギリスまで行ってっていうのは、多分そういった感想というかね、思ってらっしゃる方結構いたんじゃないかなというふうにね、僕もね、思うんですけれども、これねめちゃくちゃ意味があったんですよ。そこで今日本当ねちょっと喋りたいなと思って、でちょうどその田澤廉選手、まあ、あのイギリス の, そのロンドンであった、ナイト・オブ・ザ・テン・サウザンドというね、レースに出てですね、5着の27分40秒44だったかな、フィニッシュタイムね、まあ27分台、まあ、走れば27分台なんで、もう本当田澤選手のねこのピーキング能力というか走力の高さっていうのはすごいんですけれども、でもやっぱりね今年のこの世界陸上の参加標準記録っていうのが、27分10秒と、あの相澤選手のね日本記録をまたさらに上回るねところに、参加標準記録の設定タイムっていうのができているので、かなりね、厳しいというところはあるんですけれども、ちょうど同じ日ですかね、あの九州実業団陸上が、北九州で、行われまして、その時にあのベナード・コージ選手、九電工のね、ベナード・コージ選手が27分7秒とその参加標準記録を突破するタイムでねこれ走ってるんですよね。でその結果を受けてちょっとツイッターちょっとご紹介させていただくんですけれどもね、アカウント名は伏せて、まあ、こういったツイートも流れたんですよ。わざわざこれイギリス行くにあったのかみたいな、感じのね、まあ、ツイートも見受けられたんですけれども、めちゃくちゃありました。ここはね声を大にして言いたいと、いうところなんですよね。で、まあ、僕が思うに、まあ、ぶっちゃけ、まあ、延岡を、まあ、27分台で走って、じゃあそのまた2週間後にこの27分10秒を切るその参加標準記録ペースで走ってるのかって言ったら、多分田澤選手も そこまでは思ってないと思うんですよね。いくら優秀なそのペースメーカーがついていたとしても、ちょっとこの短いスパンでの、まあ、27分10秒、まあ、27分30ぐらいならいけるかもしれないけれども、まあ、27分20を切るようなタイムでもう一度走るっていうのはなかなか厳しいものがあるんじゃないかなと。それはもうこの1年間ですよ、この1年間ずっとその箱根駅伝が終わって、もうこのナイト・オブ・ザ・テン・サウザンドにこうピーキング合わせていたんなら、まあ、分かるんですけどもね、その27分20切るペースでいけるっていうのは分かるんですけれども、でもぶっちゃけ、まあ、今回その延岡が日本選手権のね大会大会、まあ、ここでやはり上位3人表彰台に乗らないとその世界陸上に出場する権利もねなかなか薄くなってくるといいますか、可能性が低くなってくるということで、まあ、ここはどうしても出なきゃいけなかったと。でこの短いスパンでこのナイト・オブ・ザ・テン・サウザンドを選んだ理由っていうのが、やっぱりね世界ランキングのポイントなんですよね。このナイト・オブ・ザ・テン・サウザンド、日本選手権、延岡ですよね、その延岡で行われた日本選手権と同じカテゴリーのレースなんですよ。でもしもですよ、そのベナード・コイツ選手が走った、九州実業団陸上、これで、田澤選手が走ったとしても、もうカテゴリーがねこのイギリスのレース、まあ、日本選手権と同等、このレースと全然違うんですよね。で今こちら、早見表じゃないですけどもね、そのカテゴリーでの順位ポイントですよね、まあ、こちらの表見ていただければ分かると思うんですけれども、1位であればこれ60ポイント入るんですよ。
なかなかね、あの1万メートルってこういうカテゴリーの高い大会っていうのは本当ね、なかなかないんですよね。その、まあ、あのダイヤモンドリーグとかでもそう頻繁にね1万メートルの種目があるわけではないですし、結構ね1万メートルでこの順位ポイントを取るっていうのはね、数限られてくるんですよね。そういった背景もあって、この、まあ、短いスパンだけれども、このやはりカテゴリーの高い日本選手権と同等の大会に出場してポイントを稼ぐというね、目的があってのこの田澤選手の、この短いスパンでの、この大会のエントリーだったんじゃないかなというふうに、思いました。まあ、あの結局ですね、まあ、5位に終わってしまったので、ポイントは35ポイントかな。本当はねもうちょっと、1位の、ね、チェリモ選手はもうバーンと行っちゃってるんで、まあ、これに勝つのはちょっと厳しかったと思うんですけれども、2着に入ったムタイ選手ですよね。ムタイ選手27分31秒31のゴールタイムだったんで、まあ、ぶっちゃけ言えば田澤選手2着に入ってもまあおかしくないぐらいのレベルだったということなんですよね。でこれ2着に入っていればこれ50ポイントがポイント、加算されてくるということなので、現段階、このねナイト・オブ・ザ・テン・サウザンドの結果を受けまして田澤廉選手31位に、ランキングされておりますけれども、もしもこれがね、2着に入って順位ポイント50ポイント取っていれば、当然この31位よりも上の順位にねドーンと、いけていたんじゃないかなと、まあ、それがね狙いだったと思うんですよ。で僕もちょっとそういったポイント計算とかで、いろいろとね、ツイートやってたんですけれども、まあ、ちょっと僕が勘違いをしていて、まあ、そのツイートに対してですね、あの、コーチの高林さんから直接といいますか、またそのツイートのリプでね、あの返信がありまして、僕が思っていたポイントよりも、まあ、低いポイント、その35ポイントだったわけなんですよね。でも、その高林さんの文面からも、やはりこの世界ランキングの、この順位ポイントをこのレースにしっかりと取りに行きたかったというね、目的がもうひしひしと伝わるツイートだったので、ここにわざわざこの2週間ちょっとのねスパンで、まあイギリスまで行ってそのレースに出たというね意味っていうのがね、ここであったんじゃないかなというふうに思います。まあこの後ね、あの田澤廉選手、あのアジア選手権こちらの出場を表明しておりまして、いやこのねアジア選手権もぶっちゃけ言うとめちゃくちゃカテゴリー高いんですよ。で大体日本選手権がカテゴリー B で、でこの前あの日産スタジアムであったセイコーゴールデングランプリ、まあ1万メートルはなかったんですけれども、あのレースはねなんとその日本選手権のカテゴリーよりもう一つ上のランク、カテゴリー A のねレースなんですよね。なんであの男子3000メートルを走りました遠藤日向選手、見事ね歴代4位のタイムで、優勝しましたけれども、めちゃくちゃあれポイント稼いだんですよ。で遠藤選手はそのセイコーゴールデングランプリに出るまで、あの世界ランキングですよね、大体130位とかぐらいの順位だったんですけれども、あ一気にこれ44位までこのセイコーゴールデングランプリの結果でジャンプアップしたんですよね。でこの世界陸上の、5000m のターゲットナンバー、このターゲットナンバーが、42人ということなんで、もう手が届く位置まで遠藤選手もう順位を上げてきてると。で 5000m に関しては今からまたこれ日本選手権がね、6月長いでね、あるわけなんで、さらなるこのランキングアップが期待されるといいますか、その遠藤選手もぶっちゃけ言うとこのカテゴリーの高いレースに、まあ、救われたじゃないですけどね、それを利用してこの世界陸上しっかりと狙える位置に来ているということがね、だからそれだけやっぱりカテゴリーの高い大会で上位で結果を出すっていうのは本当に今からの時代大事になってきているということが皆さんにもこの動画でねちょっと分かっていただきたいなというふうに思いました。でも話は戻るんですけれども、そのアジア選手権これもしも優勝したら、この前のねイギリスのそのレースっていうのは1位でも60ポイントなんですけれども、なんとアジア選手権1番目でこれ優勝したらなんと110ポイント3位の銅メダルでもねこれ70ポイントも入るんですよ。これめちゃくちゃすごくないですか。しかもこのエリアチャンピオンにはねこれ優先的にこの世界陸上に出場する権利が、与えられるという特例もあるので、このアジア選手権っていうのはねこれ田澤選手にとってもまたかなりね重要な、位置づけとなる大会に、なってくるんじゃないかなというふうに、思います。まあどうなんですかね、やっぱ夏のタイバンコクなんで、まあ、そこまでね
タイムっていうのはちょっと、まあ、望めないかもしれないですけれども、しっかりとね、この順位ポイントを獲得して、まあ、世界陸上出場にね、つなげて、いただきたいなというふうに、思います。まあ、どうなんですかね、ライバルとかね、あのタンティベイト選手とかね、アメリカでも活躍してますけれども、タイ出身のね、タンティベイト選手と、あとこの前のその一緒のレースに出たね、イギリスの一緒のレースに出たタリク選手っていうね、サウジアラビアの選手もいますけれども、まあ、この辺の選手がね、まあ、アジア選手権に出てくるのかってのはちょっとわからないですけれども、ぜひぜひね、高田蓮選手にはね、アジア選手権のチャンピオンと肩書きを背負ってね、世界陸上、乗り込んでいただきたいなというふうに思います。果たして、現在世界ランキング31位、これね、1万メートルの世界陸上のターゲットナンバー、参加人数というのは27人なんですよね、27人なんで、やっぱりこの確実にランキングでね、出場するためにはもう一声のねポイント加算というのはね、必要不可欠になってくると思いますので、まあ、これからの達和選手の走り、皆さん大注目で行っていただきたいなと思います。まあ、僕もね、素人見解ですけどもね、そういったポイント計算とか、まあ、いろいろ機会があればね、またツイッターなどで発信していきたいなと思っておりますので、皆さんもフォローの方よろしくお願いいたします。今日はこんな感じで、ゾウチャンネルでした。